こんにちは、リセのスタッフの岩部です。この動画では商品の魅力とどんな方にフィットするアイテムなのか、実際の使用シーンや感想も交えながらお伝えしていきます。今回ご紹介するのはケメックスコーヒーメーカー。イームズ夫妻や柳総理といった一流デザイナーもケメックスのコーヒーメーカーを愛用していたことで知られており、歴史あるプロダクトとして長く世界中のコーヒー好きに愛されているロングセラー商品です。大きな特徴は長く愛されてきた美しいデザイン、雑味のないクリアな味わい、スマートに使える一体型タイプ、この3点です。ケメックスといえばこの理化学用品を思わせる他にはないデザインが特徴的です。実際に博士が実験室に転がっているフラスコをコーヒーメーカーとして代用していた体験をもとに制作されています。その完成されたデザインは高く評価され、ニューヨーク近代美術館のパーマネントコレクションに認定されているほど、私自身も長らく憧れており、使う前から楽しみにしていたアイテムです。理化学的なフォルムからは機能的な美しさを感じられますし、ガラスにウッドとレザーが組み合わさることで温かみも感じられます。そしてラフに結ばれたレザーのリボンがちょっとしたアクセントに、この可愛すぎないリボンの感じも個人的にはチャーミングで素敵だなと思います。実際に置いてみると思った以上に食卓が素敵に見えて驚きました。なぜそう見えるんだろうと考えた時に、高さに理由があるように思いました。通常のコーヒーサーバーに比べてケメックスは高さがあります。基本的にお皿などは高さが低いので、スラッとしたケメックスが食卓の中でアクセントになってくれるんですよね。一般的なコーヒーサーバーでも機能的にはもちろん問題はありませんが、なんだかいい感じだなぁという気持ちは食卓で過ごす時間をより良くしてくれるなぁと感じます。ケメックスは味について語られることは少ない印象ですが、抽出されるコーヒーは雑味が少なく透明感のある甘みが特徴だとコーヒー好きのスタッフが教えてくれました。その美味しさの秘密はケメックスの形状と専用フィルターにあります。コーヒーが均一に流れ落ちる塩水型で、成分をムラなく抽出することができます。さらに専用フィルターは通常のフィルターよりも厚みがあるので、雑味を省いてクリアな味わいに仕上がります。私もコーヒーをよく入れますが、うまく入れきれず雑味が出てしまうことがよくあります。ケメックスを使えばその点をカバーしてくれるので、安心して美味しいコーヒーを入れて飲めるのも嬉しいポイントです。通常のコーヒー器具はドリッパーとサーバーが別々になっているものがほとんど、一方一体型のケメックスはこれ一つで済むので、洗い物も減りスペースを取らないのも魅力。キッチンが狭い方にもおすすめです。また乾かした後はディスプレイとして目につくところに飾っておいても素敵です。実用的でありながらディスプレイアイテムとしても活躍してくれます。最後に気になったポイントをお伝えしていきます。特徴的な形なので使いにくそうというのが、使う前にちょっと不安に思っていた要素でした。しかし既に使っているコーヒー好きのスタッフに聞いてみると、そうでもないよとのこと。使い終わったら持ち手のウッドもレザーもつけたまま、内側に少しの洗剤とお湯を入れて洗い流す程度で十分にコーヒーの油分や汚れは落ちてくれます。そして外側の汚れは布巾でさっと拭くだけ。汚れが気になったり余裕があるときはちょっと長めのブラシで洗うのがおすすめです。まとめると、このケメックスコーヒーメーカーが生活にフィットするのはこんな方です。食卓においても魅力的なデザインをお探しの方、雑味が出にくいドリッパーをお探しの方、一体型のデザインをお探しの方、
右上のマークと概要欄には商品ページのリンクを掲載しております。より詳しい情報や使用画像も載っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。